オストラシズムに実際に使われた陶編。ネオクレスの子、テミストクレスを意味するギリシャ語が刻まれている。陶編追放は、古代アテナイで選手の出現を防ぐために、市民が選手になる恐れのある人物を投票により国外追放にした制度。英語のオストラシズムという名称でも知られる。抗議には、集落や集団からの追放を指し、 日本の村八部と近いものと解釈される。アテナイにおいて、選手、ヒッピアスを追放した後、クレーステネスが、紀元前508年頃に定めたのが定説とされるが、最初に実施された全487年頃に、新規導入されたという説も根強い。選手登場を防止するためというのが教科書的な解釈であるが、近年では貴族たちの激しい抗争を平和的に、 解決するための手段だったとする説が有力になりつつ、ある。前後天気の当てないは貴族たちの集団亡命と、クーデターの連続であり、ライバルの一族労働を当てないから排除して、実権を握った貴族は、国外で力を蓄え復讐に燃えるライバルに再び、追い落とされるという権力闘争が後を絶たなかった。こうした状況に終止符を打つため、 一族全員の追放ではなく一人だけを追放に、処すという緩やかな方式で集団亡命とクーデターの憎しみの連鎖を断ち切ろうとしたのが当編追放だった。しかし、しばしば清掃の道具として使われて有能な政治家などが追放されることもあり、例えばペルシア戦争におけるサラミスの海戦で活躍したテミスト・クレスも後に、 当編追放によってその地位を追われている。そのため、当編追放に古代アテナイが衰退する一因を見出す見解もあるが、立法目的に照らせば、貴族たちの激しい清争を防ぎ民主制の安定に貢献したと言える。ともあれ、理性的な弾劾裁判制度が整備されるに従って、弊害だけが目立つようになり、前後世紀末には廃れた。対比列でには、 候補者のことは何も知らないが、皆が騒いでいて、気に入らないので、当編を投じるなどといった乱用例が記されている。毎年1回、当編追放を行うかどうかの予備投票が民会で、開かれ、実施が決まると、その2ヶ月後に、当編追放の投票が行われる。市民が、選手になる、恐れのある者の,の名を投編に記し、得票数が6000を超えた場合、あるいは、 投票総数が6000票を超えた時の最多得票者20年間の国外追放が言い渡されたとされる。ただし、追放された者が犯罪者のように扱われたわけではなく、家族、親族を連座で追放することはなく、市民権剥奪や財産募集などの付加刑を課せられず、10年の追放期間を過ぎた後には政治の主導権を握ることも可能であった。また、 当てないと友好的な関係にある都市から財産を監禁して引き出し生活に当てることも可能であるため十分な財産があれば生活に困ることもなかった。有事の際には十年経っていなくても本国へ呼び戻されることもあった。実際に当編追放が行使されたのは十件余りに過ぎない。ありがとうございます。